今回その引き逃げをして逃げた男問われる可能性のある罪ご覧のようなものがありますまずは一方通行を逆走していますので通行禁止違反ですそして運転中の過失によるものなので過失運転致傷ですねでさらにですねまどれぐらいスピードが出ていたかさらにどれぐらいの距離逆走していたか程度にもよるんですけどさらに程度の重い 危険運転事象に問われる可能性も出てきますそしてけが人を救護しなかった救護義務違反ですねこちらは10年以下の懲役または100万円以下の罰金と松井さん萱野さん このようにありますね。うん、救護義務違反まさに今回引き逃げしてますから、うん、場合によっては本当に十年以下の懲役っていう。あのここから示されるのは、はい、あのたとえキックボードと言っても、うん、車両だということですよね。うん、あの道路交通法上をあの自動車だとかバイクと同じような分類としてこれだけのこうあの安全義務を負っている乗り物なんだということですよね。はい。そこを乗る人はやっぱり認識しなきゃいけない、ね、ということですよね。今に今まさにかよのさんが指摘したところなん。 ですが実は去年の7月にその車両区分というのはちょっと変わったんですね。というのは去年7月の前までは電動キックボードは原動機付き自転車と同じいわゆる原付きバイクと同じ、うん、ですから免許も必要でヘルメットも必要でしたが去年の7月以降時速20キロ以下のものについては。 特定小型原動機付き自転車という新しい区分ができました、はい、で、これはですね、まあ、そもそも16歳未満は乗ることできないんですが16歳以上の乗れる人は免許はいらずさらにヘルメットも努力義務という形で 松井さん茅野さんんんちょっっと変わててきてるんですねどっちかというとこれ見ると緩和されたなっていう感じだと思うんですけれども16歳以上だと免許なしで乗れるってなるとやっぱりちょっと気持ち的には緩むというか、うん、あの規制緩和されて、えー、よりこう気軽な気楽に乗れ,る乗れる乗り物という形で実際は車両としてさまざまな安全責任を負っているにもかかわらず、うん、こう意識がなかなかそこに追いついていない可能性がありますよね。そそうでですすよねのあななんですが気をつけなきゃ ればいけないのがこういって緩和されていますが今回もそうなんですがこちら、重要なのはナンバープレートは必ずつけなければいけませんそしていわゆる保険自賠責も必要になってくるんですが今回の逃げた電動キックボードはあの防犯カメラの映像を見る限りナンバープレートはつけてなかったように見えるちょっとこのあたりも問題になってきそうですね。